小川町駅は埼玉県引群小川町大技大塚にある東武鉄道東日本旅客鉄道の駅である東武鉄道の東上本線と JR 東日本の八高線が乗り入れており接続駅となっている東武鉄道の駅には駅番号として d j 3 3が付与されているかつては東駅から貨物線である東武根小屋線が分岐していた その線路跡は道路として残る。ホームをより良い方向に見る左が東武のホーム、右が JR のホーム、東武鉄道が駅を管理し、駅構内を2社で共用する共同使用駅である。駅舎及び出入り口は東武鉄道側にある。駅舎の前は短式ホームで東武鉄道の2番線となっているが、より良い方に行き止まり式の1番線があり、 一番線と二番線は、島式ホームと同様に一つのプラットホームを挟む、形となっている。東武鉄道の三番線と四番線及び、JR 東日本の七番線と八番線は、島式ホームである。四番線と七番線の間に側線があり、5.6番線が付番されている。プラットホーム間に、湖線橋を有する地上駅である。線ホームには、 屋根が設置されている。八高線ホームには屋根がなく、東上線ホームよりも簡素な作りとなっている。ホームには待合室が設置されている。改札口と出入口間にはスロープが設置されている。JR の駅設備は熊谷駅の管轄下にある。JR は夜間大白が3本設定されている。登場線は2005年3月17日から全 区間直通列車の設定がなくなり、池袋方面とよりいい方面の列車は当駅を境に分断された。接続列車は同じホームの向かい側に停車するため対面で乗り換えができる。なお、池袋方面から当駅までの電車は10両編成であるが、当駅からよりいい方面の電車は4両編成のワンマン運転となる。東上線の列車は 運転系統の分断後、通常古泉橋を渡る必要のない一番線、または二番線から発車することが多くなった。発車表は登場線ホームのみ設置されている。かつては番線別に設置されていたが、現行のものは上り下りを一体化したものを改札前へと古泉橋上に設置している。 東武鉄道側の定期券売り場については2018年1月31日で営業終了しており、以後は東武東上線各駅の定期券売り場、八甲線の窓口営業駅の切符売り場、定期券対応自動券売機での対応となった。改札内で JR と東武相互間で乗り換え、可能だが、2007年3月18日からスイカとパスモは相互利用を開始し、 この関係で、古泉橋場に、東部 JR 連絡用の、簡易 IC カード改札機が設置され、当該改札機でのチャージも可能になった。また、東部 JR の連絡通路には、音声センサーが設置されており、IC カードを利用して乗り換える際に、連絡通路の簡易改札機を利用する、胸の放送が流れる。なお、これをしなかった場合は、校車駅で、 実際の乗車経路とは異なった運賃が差し引かれる。当駅から直接 JR に乗車する場合も、この簡易改札機にタッチする必要がある。2010年3月下旬に、スロープ、各ホームへのエレベーターと多機能トイレの新設工事が終わり、使用を開始した。坂戸駅間区参加の駅長配置駅で、東武竹沢駅より駅間を管理する。近年の推移は、 以下の通りである。小川町駅付近空中写真より、東武鉄道 JR 東日本。ありがとうございます。